山田くに国くチャンネルです朝ですおはようございます眠いです車の中です <laughs> いやー <laughs> 超早起きえーとアンジャッシュのあの渡部くんに動きがあったということで手越くん見てるあのアンジャッシュの渡部くんが文春のインタビューに答えたと もうずっと、あのー、ことが発覚してから出てこなかったもんねでどうしたのかな何してるかなってなってたところ、まあ、初めてですかね、えー、と事件って言っちゃいけないのよね、えー、ことが発覚したあと初めての、うんうん、ことだったから、あのー、読みましたで、あのー、いろいろ思うことがあったわけですけれども。 余計ななここととととをちょっと言っっ言ててるるろがあるなと思って <laughs> だからさ渡部君もさレギュラーがすごいいっぱいあるんだから早く出てくればいいのになってワイドショー関係とかねその各局プロデューサーとかお願いしていないのかななんかそういううん嫌なこと言われるとは思いますよそりゃね出ればね。だけど後々になっていくと どん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 憶測で何か言われるから出づらくなると思うんだよねだからその番組を利用して、あのー、みんな困ってたでしょ他のレギュラーの方々が、あのー、代わりにそれぐらいの衝撃だったんですよみんなにねギャップがありすぎたっていうかさで迷惑かけて悪いなってだどの面下げてっていう感じで出づらいのかもわかんないけどねでも早く 出ちゃった方がどん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 出づらくなっていくような気がしますけどね。で、まあ、今回はその活字で出たわけじゃん。文春でね。だから活字ってやっぱり残るつうか切り取られてっていうかね。なんかあるなと思うんですけど、ちょっと気になったところがね。そのーまあ、b 子さんのことがさあのー。 い,やいいんですよ浮気ってこうすごいみんないろいろ一般の方々でもねあると思うんだけどその政治家さんとか力士とかプロ野球選手などを相手にするそのお嬢さんたちその場を盛り上げるようなうーん時にあの来る接待っていうんですかそういうの <laughs> あの,のお嬢さんたちがいるっつってそういう方なんだ。 っていうようよよなとこありましたよねそれちょっといいんですかそ,れ <laughs> そ<こ> <laughs> いや確かに、まあ、政治家さんとか力士とかプロ野球選手したバイタリティがあって体力があり余ってて大活躍したとかすごい大きな山を乗り越えたっていう時にはもうテンションもマックスでしょうからそういうことあるかも分かんないですよね。あの プロ野球選手とかもほんとにモテますよで地方も試合があるしねだから奥様によっては危険だからその浮気防止っていうかねそのために全部の試合地方行くっていう方いますよねバスなどに乗り込んだりとか立派だなって思うけど、あのー、健康管理お食事の面睡眠いろんなことを。 まあちゃんと見てあげる中にそういうことで奥さんって偉いなってだけどやっぱ子育ての時期とかがあるとね全部いけるわけじゃないから、まあ、そういう時はちょっと好きがあったりあとは歌手うわー私余計なこと言ってる <laughs> あとは落語家さんとかタレントさんとかあのー、まあ,あの奥様方にねっ、まあ、注意ポイントっていうか 好きを与えると、ね、モテる男性だから、好きだから結婚するんだもんね。だから、かっこいいんですよ、旦那さんがそれぞれね。そこはいいじゃん。ね、だけど、その、<laughs> オスになってしまう、うん、例えば、前乗りってあるんですよ。旅番組とか、えー、次の朝が早いから、前日から大阪とか、九州とか、北海道とかに前乗りっていうんですよね。で行く これだけでなく、旅番組なんかだと、だい大体ね、それを、スケジュールを、2日はまあいいでしょで、ね、前乗りとか、あと、遅く終われば飛行機ないんだからとかは、ギリギリいいとしても、3日となったとき、ちょっと怪しいですよ <laughs>、余計なこと言ってるか、みんな私、怒る。<laughs> マネージャーがね、グルになってる場合がありますね。マネージャーさんに聞いても、口裏を走る場合もうこれ今、渡辺くんより余計なこと言ってますうん。あとは、レギュラーで、レギュラーで、えー、地方のお仕事取ってる。で、前乗りっていうときは、もう上宿みたいのが決まってる場合、ちょっと怪しいです。 ちょっと仕事しづらくなっちゃうこれ全部だから渡部君のせいです渡部君そこ余計なこと言ってでしかもそういう人たちね政治家さん力士、えー、プロ野球選手って書いてあったけどちゃんと高額払ってると思いますよだ,だから揉め事がないんじゃないのそれちょっとケチったりしちゃうねだけど、まあ、金額書いてなかったけど噂ではでは1万円渡したっていうようなことがね言われて一1万円って言ったら 子供たちのお小遣いですよ、もはや。あのー、車代お車代ですよ、後輩の。ね、今日はありがとうねっていう <laughs>。でもそれでも B 子さんが何回か来てくれたっていうことは、ちょっと気心が知れてたのかな、いい相手だったのかなとも思えるけどね。で、あとはなんか C 子さんっていうのがチロリ、チロリっと出てきてて、そこもなんかね、あまりにもあっさりと。 大したことないあのただあのそういう関係だっただけですみたいにだとじゃあ D 子さんも E 子さんも F 子さんもいっぱいいたんかなっていうふうにも通れるような感じだよね。で,で,で結局こうやって臆測になっちゃうから早く出てやっぱりうんワイドショーとか使った方がいいと思いますけどね嫌なこと言われると思いますよ、うん、だから浮気は問題ないんだよで奥さん偉いよね 素晴らしい、本当に、あの、内情の子じゃないけど、今、支えるのは自分だっていうことで、あんな綺麗な奥さんさ、本当、離婚したって、僕んとこ、おいでよっていう人、いっぱいいますよ。だから、もし離婚となっちゃっても、あの、責めないですよ、誰も。それはそれの人生だしって。ねえ、でも、夫婦仲はいいっていうことで、そこは良かったよね。いやあの 一応の同業者だから、なんかこう、ね、あのちょ心配してるんですよ。いいこともあったよね。なんかあの出ないから、アンジャッシュの、アンジャッシュアンジャッシュの,あの勘違いコントって面白いじゃないですか。私も好きなんだけど、言葉のちょっと違いによってあの勘違いしていくっていうコント、いっぱい YouTube に上がってますよね。再生回数がいいよね。だからこれは コ小島くん好きなのよね麻雀強いしひょうひょうとした感じでねでもさ結局共演者相方家庭だけでなくねみんなに長引けばどんどん憶測でさあの性格のことまで言う人いるじゃない本当はあは裏の顔があってあの冷たいとかが <laughs> 人の話聞かないとか余計なことになっちゃってるよね それよくないないって思うよね映像がないから結局それを知るような人たちが喋っちゃってっからだよねというようなこといやもう朝ですよ朝刊届いてますよもうハ <laughs> いネウ手口くん YouTuber 頑張って」こういうことなのよ。<laughs> ということです。 えー、いやちょっとびっくりしたなと思ってうんいや問題はだから多目的トイレっていうところだけですよそこがちょっと気持ち悪いなっていうだけでもう浮気はごめんなさいっていうことで大変だよあの j ウェ v ブ行ったんだけどそこのビルだっつってみんなあの一般の人が写真撮りに行ってましたよなんかトイレの写真を <laughs> まいっちゃうよねっつって 以上ですじゃあ、えー、モノマネ戸脇ゆきおさんのえっ、ー、と、前シーチキンっていうのやったんですけど朝、朝で声ガラガラ第2弾、戸脇ゆきおさん第2弾明治多分チョコレートは明治の明治っていうのも戸脇さんだと思うんですよね今度流れたときこうやって聞いてみて明治 以上ですじゃあ、いいねとチャンネル登録をよろしくお願いいたしますてこしくんコラボしてね <laughs> しねえか <laughs> じゃあどうも浮気はダメよ